はい、動画マーケターのロトです。今回はですね、動画編集者、フリーランスにはなるなというテーマでね、話していければなと思います。今回のタイトル聞いて、フリーランスになった方がいいってお前いつも言ってなかったっけとかね、これからフリーランスになりたいんですけどどうすればいいですかって思った方結構いると思います。もちろん僕自身はフリーランスになるのはすごくいいことだと思いますし、フリーランスになってね、どんどん責任を持ってね、活動していきたいっていうのはすごく僕はいいことだと思うんですけれども、フリーランスにあまりにも夢を見すぎていて、フリーランスになるために必要なものっていうのが揃ってなくて、フリーランスになってしまう人があまりにも多すぎるなっていうふうに感じてるんですね。なので今回はじゃあどういう人はフリーランスにならない方がいいのかっていうのをね、徹底解説していければなと思います。この動画をね、最後まで見ないとフリーランスにこれからなろうと思ってたけれども、全然前に踏み出せずにね、結局何も行動できないままになってしまったりとか、フリーランスに勢いでなってみたものの結局稼げずにね、もうすぐにダメになってしまって、またねどっか会社に就職したりとかね、もしくは全然うまくいかずに借金まで背負ってしまったみたいな、そんな展開にもなりかねないので、今回の動画は最後まで必ず見るようにしてください。実際ね、今僕自身何をしてるかっていうと、動画メディアのね、運用の会社を経営しておりまして、月の売上でいうと、まあ、300万から400万ぐらいの住宅の会社を経営しております。そういった会社を経営してるだけじゃなくて、 YouTube 登録70万人のね、経営者でもある美容整体師の川島さんという方と一緒に YouTube の新しいサービスをね、展開しようという形で今いろいろね、また動いているという状態になっています。なのでね、いろんな動画編集者の方にも会いますし、実際ね、僕自身こういう風に YouTube やらせてもらってるんで、いろんな方が公式 LINE の方からね、質問だったりとか連絡をくれるわけですよ。こうなりたいんですけどどうですかみたいな質問だったりとか、これってどう思いますかみたいな質問だったりとか、いろいろ来るんですけど、あまりにもね、的外れな人が多いんですよ。無料相談とかね、乗ったりする場面があるんですけれども、あまりにもねずれた回答が多いにもかかわらず、フリーランスになりたいっていう風に思ってる方が結構多いわけですよね。フリーランスになるってことはいいことなんだけれども、しっかりとね、そういったフリーランスの重要なことを理解しないまま、もうフリーランスになって独立しましたってなってしまうと、いいことなんか一つもないわけですよね。本当に地獄な日々が待ってると言っても過言じゃないわけですよ。なのでしっかりとこれからフリーランスになりたいって方は、今日話すことを改めてね、マインドセットとして入れてもらって、日々頑張っていただきたいなと思うので、これからねフリーランスになって必ずね、月20万30万稼げるようになりたいとかね、もともと本業の金額よりも稼げるようになりたいとかね、動画編集フリーランスになって月100万以上稼げるようになりたいとかね、そう思ってる方はね、今回の動画必ず見逃さないで、今回のね内容っていうのをしっかりと吸収していただければなと思います。実際にね、こういった質問が僕の元によく届くんです。送ってくれた方の名前とかは言いませんが、ちょっと具体的にね、質問内容をちょっと読み上げていければなと思います。私は動画編集を副業でやっています。副業ですが、なかなか稼げない状態が続いているので、こういったスクールに通おうと思っています。スクール名も書いてありますね。で、こういったスクールに通おうと思っているのですが、いろんな噂だったりとか良くないような話をツイッターだったりとかで見ますと、ここにお金を払って、私自身が成長できずに終わってしまったら本当に最悪だなと思って迷ってるんですが、リョートさんはこういうスクールのことをどう思いますかという質問でした。もちろんね、こういった形でこのスクールっていうのは本当にいいものなのかどうなのかっていうのを調べることは僕はすごくいいことだと思うんですけれども、この文章を見てね、僕は何を思ったかっていうと、自分の成功とか成長をスクールにあまりにも委ねすぎてるなっていうふうに思ったんですね。こういうふうに発信をしてね、そういうスクールだったりとか教材を売ってる方っていうのは、基本的にはね、自分の顔も前面に出してるわけなんで、何か悪い口コミだったりとか悪い炎上が起こってしまうと、自分の商品っていうのはもう全然売れなくなっちゃうわけですよね。なので基本的には悪い商品は売らなかったりするわけですよ。もちろん中にはね、詐欺のような、ね、商品もあったりしますけれども、基本的には、まあ、いい商品であることが僕は多いと思ってます。そんな中でも全然良くなかった、あそことかね、あそこのスクールにお金払ったけど無駄だったって言ってる人たくさんいるじゃないですか。本当に無駄だった場合もあるかもしれませんが、ほとんどの場合がね、そうやってスクールに入った方のマインドセットだったりとか努力量だったりとかが足りてないケースがほとんどなんですよ。ね、こういう経験あると思うんですけど、勉強しようと思ってね、本を買いましたと、その本を買ったけれども、その本を全く読まずに置きっぱなしにしているみたいなことって結構あると思うんですよね。皆さんどうですか、一回考えてみてください。その他にもね、受験勉強しようと思って何か参考書を買ったけれども、結局ねこの参考書をやらずに普通の教科書で勉強しているとかね、お金を払って学ぼうと思った、成長しようと思ったけれども、それを使わずにいるっていう状態って、もう誰しもがね経験してるとは思うんですね。こういう時に、じゃあその出版社に、この参考書買ったけど全然国家試験受からなかったけど、お前この参考書間違えてるだろうってクレーム入れてる人ことってどう思います？これって結構クレーマーだなとかね、何言ってんのこの人、自分が読まなかっただけじゃん、自分の努力不足じゃんって思うわけじゃないですか。極論なんですけど、さっき言ってるようなスクールに通ったけどうまくいかなくて、あそこのスクール全然ダメだったってクレーム入れる人って、ここの思考とすごく近いわけなんですよね。もちろんね、支払ってる金額の違いがあったりとかね、そのスクールがね、例えば月100万必ず稼げるようになりますみたいな歌い方をしてたんであれば、それはそれでね問題だったりする可能性もありますが、基本的には商品を買って学ぶとかね、自分が成長する
するっていうことにおいては、自分がどれだけ行動できるかと、自分がどれだけね、自分に意識を向けて、自分に矢印を向けて活動できるかによって、自分の成長率とか自分が結果を出せるかどうかっていうのが変わってくるわけなんですよ。なのでそんなレベルで自責思考を向けられてない人なのであれば、仮にね何かいいスクールに入ったとしても、おそらく結果は出ないことがほとんどだと思いますし、成果が出ないっていうケースがほとんどだと思います。フリーランスなんてね、正直うまくいかないことがほとんどじゃないですか。だけどその矢印を自分に向けれずに、クライアントが悪いとか、今の環境が悪いとかね、世の中が悪いとかね、最終的には動画編集の業界が悪いみたいなことを言ってしまって、どんどんね逃げてしまうみたいなケースっていうのがかなり多いわけですね。なぜかね、僕ね、本当ね、スクールの質問とかそういった質問がすごく多くきますし、みんなこういった言い方をするんですけれども、これはね、本当にうわ、この人めちゃくちゃ自責思考ないなと、他責思考だなと思われてしまうので、改めて自分のマインドセットとして気をつけた方がいいなと思います。スクールに通ってね、人生が変わるかといったら変わらないわけですよ。自分がそのスクールをどれだけ活かして、どれだけね活用して、どんだけ知識を得て、どんだけ実践して、どんだけ前に進めるかっていうところの勝負なわけですから、もし高額なスクールを買ったんだったら、もうそのスクールを使い倒して講師にね質問対応ができるんだったら、どんどん質問しまくって、もう自分の疑問をどんどん解決して前に進むぐらいのね気合がないとダメなわけですよね。そのスクールの講師が持ってるもん全部吸収してやろうぐらいのね気持ちで、どんどん質問したりとかやっていかないとダメなわけですよ。もちろんね、質問対応してませんとかってスクールでそれやっちゃったらちょっとダメですよ。質問対応してますかね、無料対応してますっていう風にね掲げてるスクールがあるんだったら、どれだけねそのスクールに入って講師に質問しましたかとかね、自分の中で疑問が起こったことを質問しましたかっていうと、全然質問してない人がほとんどなんですよね。要は受け身になっちゃってる状態の人がほとんどなわけです。なのでおそらくね、これを見てくれてる方の中でね、そういったね教材を買ってみたとかね、スクールに入ってみたとかね、何か新しい環境にチャレンジしてみた、こういうことをしてみた、そういう方ね多いと思います。その中で少しでも、あのスクールが良くなかった、あの環境が良くなかった、あの会社が良くなかった、今の時代が良くなかったみたいな形で、どんどんね他人のせいにしたり他責にしてしまっている方多いと思います。そうなってしまうと自分の成長って本当に止まってしまうので、マジで考え直した方がいいし、フリーランスになりたいって方だったら必ず矢印は自分に向けなきゃいけないので、しっかりとそこっていうのは勘違いしないようにしていただけたらなと思います。なんでこれだけね気合がこもって言えるかっていうと、僕もね前職の時にその業界でね独立したいと思ってね、いろんな勉強会とかねセミナーとかに行ったわけですよね。使った総額で言ったら多分その時も200万とか300万ぐらい多分トータルで支払ってました。その時が21歳から25、6歳ぐらいの間なんで、そんな給料も高くなかった状態ですけど、自己投資してね学んでってやってたわけです。ただね、その時の僕は何してたかっていうと、学んだことに満足してしまって、それを行動に移さなかったりとか、その時働いていた現場でじゃあその得た知識をよりねお客様だったりとかに活かせるように、こういう風なことをしようとか、そういった実際に得た知識をどう価値に変えるかっていうところの行動を全くしなかったわけなんですよね。なかなかうまくいかなかったりね、なかなか成長しないっていうタイミングがすごくあって、僕はその時に本当にその時のね自分のダメな部分とかっていうのをすごく痛感して、学んで満足してるだけじゃ全然ダメなんだと、この学んだことをどうね価値に変換するか、どうね目の前の人を喜ばせられるかっていう行動をどんどん続けるとかね、学んだことをどんどんねアウトプットして自分の行動に変えていかないと、全くその学びを得たことによってのプラスって出ないわけなんですよね。それをね、セミナー講師が良くなかった、あそこのね勉強会全然良くなかった、そこでね学んでみたけれどもお客さん全然喜んでくれないよとかね、そういう方ってねその時もたくさんいたんですけど、結論それも自責思考にできてない、本当に人のせいにばかりしてしまっている、結局自分が行動できてないっていうケースが多いので、なのでね、改めてちょっと話は長くなってしまったんですが、しっかりと自責思考を向けて活動できる人じゃないと、フリーランスになってね頑張ろうと思ってもうまくいかないケースがほとんどですし、結局ねいろんな競争に勝てずにフリーランスを辞めてね勤務に戻らなきゃいけないとかね、借金をしてなんとか生活しのぐみたいな展開になりかねないんですよね。改めてフリーランスになりたいと思っている方はですね、そういった自責思考っていうところをしっかりとね考え直してもらって、その上でねどんどん活動していただきたいなと思います。その考え方がないとやっぱりねフリーランスやってもうまくいかないし、仕事でね頑張ろうと思っても結論ねうまくいかないことがほとんどなんで、僕がそうだったからこれだけ話せるわけですから、しっかりとねそういったところを意識してもらいたいなと思いますということですね。はい、ということでね、今回はこんなやつはフリーランスになるなっていうねテーマで話させていただきましたけども、その他にもね結構いろいろ質問来てたりするんですよ。なのでもしこういったね質問回答みたいなやってほしいってのがあったら、ぜひね公式 LINE の方にバンバン質問投げてもらえたら、この質問に対してはこう、この質問に対してはこうっていうのをね答えていければと思うんで、興味ある人は概要欄のね公式 LINE からそういった質問をねどんどん投げかけてみてください。毎回ね偉そうなこと言ってしまって申し訳ないんですけども、決してね僕自身はずれてること言ってないなと思ってるので、これができるかできないかでね大きく本当に変わってきます。僕自身もね今コーチングのサービスだったりとかも展開してますけれども、正直僕自身も自責思考してね、どんな編集者でもねしっかりと一定数の目標を達成できるようなそういったねサービスにしたいなと思ってますんで、これ
部分っていうのは作り込んでいきたいなと思ってますし、いろんなね案件をいただいている会社さんにももっともっとねいいものを提供しないとなと思っていますんで、そのためにねどんどん成長していきたいなと思っているので、一緒に頑張っていきましょう。本当にねフリーランスになりたいとかね、副業で頑張りたいとかね、稼ぎたいって思うんだったら、どんどん自分に負荷をかけてね前に進もうとしないと成功しないわけですからね、一緒に頑張っていければなと思いますというところですね。ということでね、現在夜中の12時でございます。僕もね途中からもう何言ってるかよく分かりませんでした。はい、もうねコンタクトが乾いてね、もうね瞬きの回数が異常な回数になってるんですよね。全然関係ない話になってしまいましたが、ぜひね今回の動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価するようにしてください。またねこちらの公式 LINE 登録していただきますと、動画編集者に必要な知識や技術の配信が届きます。動画編集を始めてね月10万円以上稼ぎたいとかね、動画編集を副業にしてねまずは1万円稼いでみたいとか、動画編集を本業にしてねフリーランスにそれこそなってみてどんどん稼いでいきたいという方はね、概要欄の公式 LINE 登録してみてください。でね、こちらの公式 LINE 登録していただけると無料アプリで動画編集ができるようになる動画講座2本、本格的な動画編集ができるようになる動画講座5本、動画編集者にとって必要なサイト集、オフラインオンラインそれぞれの案件獲得方法であったりとか、あとはサムネイルの、ね、作成講座だったりとか、ポイントだったりとかね、月100万円達成するためのマーケティング基礎、こういった情報を無料でプレゼントしています。これね受け取らなかったら本当もったいないですからね、フリーランスになりたいという方は必ずこの特典を受け取ってもらって、どんどん学んでもらってね、その上で成長にね生かしていただければなと思います。そういったところもねどんどん貪欲にいかないとうまくいくことって基本的にはないので、しっかりねこういったプレゼントを受け取って自分の学びからね価値に変えられるように頑張っていただければなと思います。ということで今回の動画はこんな感じになりますが、お前偉そうだなとかね、お前ムカつくでみたいなのがあったらコメント欄にね入れていただいて、その他にもねこういったことが勉強になりましたとかね入れてもらえたら本当にね僕も嬉しいですし、どんどん有益な情報をねもっと発信したいなっていう気持ちになるんで、ぜひねコメント欄にいろんなコメント入れていただけたら嬉しいなと思います。それでは今回の動画は以上になります。ありがとうございました。